逃亡「その時の谷山三郎の驚愕と憤怒の形相は見るも無残であった無理もないたとえ吸血鬼のような悪魔にもせよともかくも兄の仇を討つために苦労に苦労を重ねた上ついに最後の目的を達したと信じきって ととしてその巧妙き殺,殺してしまったはずの唐の敵の静子が生きて彼の目の前に現れたのだ冷蔵庫の中のように冷え冷えとした製氷室であったにもかかわらず玉の汗が彼の青ざめたこめかみをつるつると流れ落ちた血走った目は 静子の顔を凝視したままガラス玉のように動かなくなってしまった乾いた唇をブルブルと震わせて何事か言おうとするけれど声さえも出なかった今入ってきた静子はと見ると亡き谷山次郎に対する罪深い仕打ちを恥じてかしょんぼりとうなだれて消えも入りたい風情に見えた 明智さん、君はいつの間にこの魔術を行ったのです。君は実に恐ろしい人だ。常川氏は教嘆の声を発しないではいられなかった。静子さんと茂くんのろ人形はいつか僕のアパートであなたにもお目にかけたはずです。この氷に閉ざされているのは あの時の人形ですよ明智が説明した僕は犯人が三谷の谷山であることを悟り彼が静子さんを棺に入れて逃亡させたことを知ると文也さんと小林君に頼んで2人の努力によって火葬場から谷山の本拠を突き止めることに成功しました。そして その拠が製氷工場であること。静子さんたちがそこに幽閉されたことがわかると僕はすぐ谷山の恐ろしい目論見みを感づいたのですもし彼が火葬場から工場に連れ込んですぐさま製氷作業に着手したなら到底静子さんたちを救い出す余裕はなかったでしょう。 警察の力をを借りてて工場を包囲することはよく知っていました。しかし彼は静子さんが生きている間は1秒だってそばを離れずピストルを手にして見張っていたのです危険と見ればたちまち静子さんは撃ち殺されてしまうのです僕はなまじ警察に知らせて 取り返しのつかぬ結果を招くことを恐れましたところが幸いなことには静子さんを工場に幽閉すると彼はちょうど猫がネズミをもてあそぶように数日の間犠牲者を生かしておいて存分責めさいなむ様子が見えました僕がどんなに急いであの老人形を作らせたかは あなたもご存知の通りです。たとえ製氷箱の中で死んでからでも、ただ静子さんたちを盗み出したのでは危険です。犯人がそれを知ったら、どんな暴挙に出るか知れたものではない。今の様子でもわかる通り、こいつは反気違いなのですからね。逃亡するだけならまだしも、 もっと恐ろしい仕返しをしないとも限りません僕が人形の替え玉を使って彼をだましだまし網に入れる手段を取ったのはそれを極度に恐れたからですいよいよ製氷作業が始まったと知るとあらかじめ定めておいた手はずによって小林君が犯人を外におびき出しできるだけ長く引き留めている間に 僕と踏みとで手早く静子さんたちと老人形の入れ替えを行ったのです人形はその前日ちゃんと工場の物置小屋へ運んでおいたのですから入れ替えに対して時間はかかりませんでした救い出した静子さんと茂くんは僕のアパートへかくまっておきましたそれを犯人は少しも気づかなかった あえん箱の中はちょっと覗いたくらいでは見分けのつかぬ老人形がちゃんと入っていたのですからね明智がそんな説明をしている間に谷山は早くも放心状態から回復していた回復すると敵を打ちそくなった激怒が彼を狂気させてしまった彼はとっさの間に恐ろしい最後の手段を考えついた 谷山は部屋の隅へ走って行ってそこの小机の引き出しからいざという時の用意に弾を込めておいた小型ピストルを取り出しその引き金に指をかけて一同の前へ戻ってきた常川警部もこのとっさの行動を阻止する暇がなかった「手をあげろもそもそするとぶっ放すぞ!」「俺が人の命なんか何とも思っていないことは君たちもよく知っているはずだ!」 一同手を挙げる他はなかった。はっはっ明智くんさすがの名探偵もバカバカしい失策をやったものだね谷山は油断なくピストルの筒口を左右に動かしながら小気味よげに嘲笑した。静子の生きた姿を見て、このまま俺がのめのめとお縄を頂戴すると思っているのか。 俺はやっぱり負けたのではない静子の命は俺のものだピストルであっさり撃ち殺すのは少し物足らぬがこの場合仕方がないさあ邪魔立てすると誰であろうと容赦はせぬぞ狙う一人と狙われる一団とは互いに相手から目を離さずじりじりと部屋の中を反周した。 その結果恋か偶然か谷山は唯一の出入り口であるドアを背にして立つことになった静子は茂少年を抱きしめてブルブル震えながら人々の影に身を隠すようにしていた「探偵さん邪魔だ!」どいてくれそれとも君は静子の身代わりになってこのピストルを受けるつもりかね 谷山の血走った両目に吉がいめいた憎悪の炎が燃えた身代わり結構一つズドンとやってくれたまえここかねここかねそれともこの辺を狙うかね明智は無謀旋番にも相手のピストルの前に立ちはだかって我が額を喉を胸を。 順次に指さしてみせた。文代と小林少年の顔色がさっと変わった。谷山の指がほんの一部か二部動けば、明智の命はないからだ。危ない溜まりかねた常川警部はとっさの起点で、いきなり明智を弾道の外へ突き飛ばした。同時に谷山のピストルがカチッとなった。 彼は妙な顔をしてカチカチと続けざまに引き金を引いた。<笑><笑>突き飛ばされた明智がよろめきながら交渉した。弾が出ないようだね、そのピストルは。谷山はたちまちそれに気づいてピストルを床に投げつけた。しくしゃん <laughs> さては貴様ピストルの弾まで抜き取っておいたのだなご推察の通り僕はこういうことには非常に用心深い太ちだからね明智がニコニコしながら答えた谷山は絶望のあまりしばらくの間呆然と立ち尽くしていたがふと現在の彼の位置に気がつくと 後編に笑いの影が浮かんだ彼はその時ぴったりとドアに背中をつけて立っていたからだ <laughs> ところで君の言い草はそれでおしまいかねえだが俺の方にはまだ最後の切り札が残っていたのだぜこういう具合にねえ言いながらすでに谷山の姿はドアの外へ消えていた。 カチカチと鍵をかける音ハハハハハハザマろ常川警部も明智君も生じ手出しをしたばっかりにとんだことになってしまったね今にね君たちはひとかたまりになってその部屋でおだぶつ様だよドアの外からゾッとするような悪魔の呪詛が響いてきた明智と 常川氏と、ふみと、しずこぼの五人は、まんまと製氷室に閉じ込められてしまった。谷山は一体彼らをどうしようというのだろう。製氷室に閉じ込められた五人の者は思わず顔を見合わせた。どうなるのかしら。何か犯人の罠にかかったのではあるまいか。 五人ともこのまま命を奪われてしまうような恐ろしい機械仕掛けがどこかに用意されているのではないだろうか。薄暗い伝統。黒い水をたたえた奇妙な池。機械の作る複雑な陰影。牢人形の巨大な花氷。部屋にみなぎる身を切るような冷気などが人々を怯えさせた。

刑事の誰かに捕まっている自分ですよ僕もそう思うのだがしかし明智は何か少し不安らしい調子でともかく僕らはこの部屋を出なければあいつが出て行ってからもうだいぶ時間が経った僕にお任せなさいこんなドアの1枚くらい 常川氏は一斉よくドアにぶつかっていった。ドシン。ドシン。部屋が地震のように揺れた。そして三度目の体当たりでドアの鏡板がもろくもメリメリと破れた。破れたかと思うと、その穴から吹き込む風とともに人々は異様な臭気を感じた。物の焼ける匂いだ。 おや。あいつ、ひょっとすると。明智が思わずつぶやく。ドアが開かれた。五人の者は一塊になって次の機械室へ走り出た。畜生兵ここにも鍵をかけて行きやがった常川警部は機械室の出口のドアに走り寄って叫んだ。またしても体当たりだ。 恐ろしい音を立てて二三度部屋が揺れたかと思うと、ドアは蝶子街から離れて外の廊下へ倒れてしまった。倒れると同時に、ああ、やっぱりそうだ。黄色い煙が黙くと室内へ侵入してきた。火事だ。谷山は工場に火を放ったのだ。鋭い女の悲鳴が起こった。そしてわーっと泣き出す子供の声。 茂る少年だ。明智と常川氏とは狭い廊下へ踊り出した。見ると、廊下の向こうには渦巻く毒煙を隔ててちょろちょろと赤い炎が陰険している。だが他に逃げ道はない。この廊下を突き切るばかりだ。早く早くここを走り抜けるのです常川氏が叫んで先頭に立った。静子の手を取る踏みよ。 泣き叫ぶ茂少年を抱き上げた明智小五郎という順序で火炎に向かって突進したあー危なかった彼らが製氷室でほんの少し躊躇していたら無事に逃げ出すことはできなかったに相違ない谷山は無論彼らを焼き殺してしまうつもりだったのだ 人々は常川警部の肩の力に感謝しなければならない。ドアがあんなに早く破れなかったらもっとひどい目に遭っていたに違いないからだ。一同は無我夢中で門外に走り出た。幸い誰も怪我をしたものはない。振り返ると工場の窓という窓から黄色い煙が噴き出している。 どうしたのですあの煙は何です見張り番を務めていた二人の刑事が駆け寄って一同に呼びかけた。放火だ犯人はどうした谷山は三谷はあいつを捕らえたか常川氏が一席切って怒鳴り返した。い,いえ、誰も出てきません。裏口じゃありませんか刑事が答える。 よし君たちはここを動いちゃいけないじっとしているんだそして、どんな奴でやろうと、人間の形をした者が出てきたら、うむを言わせず引っくくるのだ常川氏は言い捨てて単身裏口へと走っていった。だが、裏口の刑事も同じ答えだ。誰も工場から逃げ出した者はない。不思議だ。 火の手はすでにに工場全体に回ったこの火炎の中にどうして潜伏していられるものか捕獲するうちに火事場の混乱が始まったあるいは近くあるいは遠く軽傷のものすごき合奏早くも駆けつけた消防車のサイレン提灯の火ともに群がり来る群衆 エンジンのうなり声、飛び交う消防臭、火の粉の雨、逃げ惑う人波、泣き声、わめき声。もはや鳥物どころではなかった。だがその中でも常川しはじめ刑事たちはうのめ鷹のめ、犯人らしき人物が逃げ出しはせぬかと一生懸命見張っていたが、 ついに鎮火するまで疑わしき人物さえ発見することができなかったひょっとしたらあいつ自殺したのかもしれぬぞ常川氏が虚しく火事場を眺めながらつぶやいた僕もそれを考えていたところですそばに立っていた部下の一刑事が相づちを打った 逃げ出したやつがないとするとそうでも考えるほかはなかった谷山はもう逃れられぬと観念したのだどうせ講守台に上るくらいなら敵の静子をはじめとして恨み重なる探偵や警部を道連れに潔く自殺をしようと決心したそれには5人のものを一室に閉じ込めておいて工場に火を放ちさえすればよいのだ あいつの考えつきそうなことである翌朝焼け跡捜索の結果常川氏の推察が的中したことが分かった妊婦たちはまず第一に大小二つの死骸に驚かされたいや死骸だ最初それを見つけた男は のの叫びび声を立てて飛びのいた。しかしそれは本当の死骸ではなかった例の花氷の牢人形なのだ氷が厚かったために中の牢が溶けきる暇がなく形は崩れながらも裸体人形の面影をとどめていた死骸でないと分かってもそんな不気味な代物を見た妊婦たちはひどく神経的になっていた おーい、今度は本物だ。人間のお骨だ。間もなく一人の妊婦が叫んだ。いやー、本物だ本物だ。今度こそ間違いでないことが分かった。焼けて灰になった材木の下にバラバラに砕けた人骨が埋まっていった。 そこは建物のうちでも最も火の激しかった部分だから肉も臓腑も溶けてしまったとしても不思議はなかった巡査が駆けつけたやっぱり犯人はここで焼け死んだのだ彼は警視庁にこのことを急報したしばらくすると 常川警部が明智小五郎を同伴してやってきた僕の思った通りだ奴はとうとう自殺したのですバラバラの白骨を前にして警部が考えを込めていったそうですあいつは死んだのかもしれませんしかし 明智は難しい顔をして言葉を切ったまま黙り込んでしまった彼にもこの白骨が谷山のものでないと言い切るほどの自信はなかったからだ執念事件は落着した。 吸血鬼のごとき執念の悪魔、谷山三郎は死んでしまった。彼のために散々責めさいなまれ、最後には焼き殺されようとさえした畑柳静子は、危うく難を逃れて、元の無事平穏な生活に帰った。めでたしめでたしである。誰しもそれを疑わなかった。だが、 たった一人事件の落着を信じない人物があった明智小五郎である彼にはあの蛇のような執念があのまま消え失せてしまったとはどうしても考えられなかった火事は静子を焼き殺すためではなくてただ悪魔の火遁の術であったとしか思えなかった火遁の術だ それを一層まことしやかに見せるための白骨だ。焼けてボロボロになった白骨には目印がないからだ。整理標本室の骸骨を持ってきて転がしておいても十分身代わりになるからだ。それを疑っている人物が明智小五郎たった一人であったことが第一の不幸であった。しかもその明智が あの火事騒ぎ以来いつかの打撲症が原因でどっと床についてしまったことがさらに一層の不幸であった偶然であったかあるいは不可思議なる天の摂理であったか明智の病気がこの物語に意外なしかもまた考えようによっては甚だ妥当な結末を与えた。 それはいわゆるめでたしめでたしではなかったのだけれどある日常川警部が本郷の S 病院に入院中の明智小五郎を見舞ったももうああれかから半月ですね。しかし何の変わったこともありません。やっぱり谷山は火事場で焼け死んだのが本当でしょう。 でななくて、こんなに長い間沈黙しているはずがありません。警部も他の人々と同じく谷山小施説を信じていた我々はあの骨が谷山のものであるという何らの確証を持ちません探偵道には多分そうだろうという考え方は許されないのです どんな些細な疑いも見逃してはなりません。それが非常に重大な結果を引き起こすことがあるからです。明智はベッドに凝がしたまま肩の痛みに顔をしかめながらも熱心に言った。で、僕らは警戒しているのです。畑柳家には今でも二名の刑事が書生に化けて入り込んでいます。 だが何の変わったこともありません静子さんがひどく快活になっていくほかには警部は苦に々がにがしげに言ったん快活にそうです困った人ですあれにこりて謹慎していなければならない静子さんが半月経つかたたぬに 若い男友達をこしらえて毎日のように会っているということです谷山二郎が問死したというのも無理ではないのかもしれませんあんな事件を引き起こした元はやっぱりあの人ですあの人にも嫌な弱点があるのです静子の方にも谷山の復讐を受けるだけの罪はあったのかもしれない 谷山ばかりを責めるのはたとえ彼が冷酷無残の殺人者であったとしても少し酷かもしれない常川氏も明智も困ったものだという目を見交わして黙り込んでしまった看病に付き添っていた文夫さんも口を挟んだ「私黙っていましたけれどそういえば思い当たることがあります。 23日前帝劇の前を通りました時静子さんとそっくりの方が自動車を降りてあの正面の入り口から入っていらっしゃるのを見かけましたわそれがお一人ではないのです若い男の方とさも親しそうに肩を並べてあんな恐ろしい事件のあった直後静子が懲りずに勝手気ままな真似を始めたというそのことが すでに何かの前兆のように感じられたこれでは無事に済むはずがないというぼんやりした気持ちが誰の胸にもあった私なんだか怖いように思いますわ文雄さんがふとその恐れを口にした「怖いって静子さんの生活がですか?」。それとも 谷山がどっかでまだ生きているという考えがですかベッドの明智が占い者にでも尋ねるように言った両方ですわ私静子さんがあんな風だとなおさら谷山が死んだのは嘘のように思われるのですこの二つの事柄には恐ろしい運命のつながりがあるような気がしますの 文雄さんは考え考え謎のような言い方をした常川さん僕もそんな風に感じるのです明智は真面目な低い声で言ったこれは理論ではありません感覚以上のものが直接心にささやくのです あなた方のいわゆる第六感というやつかもしれません常川氏は妙な気持ちになったここに2人の占い師がいるそして陰気な予言をしているのだしばらく話し続けていると看護婦が常川氏へ電話を知らせてきた 警視庁からだ。それを聞くと、警部はたちまち職業的な態度に返って、あたふたと電話室へ出て行ったが、間もなく引き返してきた彼の顔色は変わっていた。明智さん君の予言は、的中しました。え、何ですって静子さんが、 殺されたのです。一刹那異様な沈黙があった。三人は黙ってお互いの目を見合った。詳しいことはわかりませんが、犯人の手がかりは全くない。非常に不思議な殺人事件だという知らせでした。警部は帰り自宅をしながら言った。 僕はともかく、鳩柳家へ行ってみます。その上で詳しい事情をお知らせしましょう。電話をください。僕も現場へ行けないのが残念です。しかし、ここの電話室くらいなら歩けますから、ぜひ模様を知らせてください。明智は病床から起き上がるようにして熱心に頼んだ。 常川氏がタクシーを飛ばして旗柳家へ行ってみると書生に変装した二人の刑事が顔色を変えて玄関に出迎えた検事局の人々もすでに来着していた殺人現場は読者にも馴染みの深い例の洋風客まであった静子はそこの長椅子の前に明けに染まって絶命していた 致命傷は背後から差配の深部に達する突き傷で狂器は別段特徴もない担当であった全く分かりませんどうしてこんなことが起こったのかまるで夢のようでございますその客間には別スを書いた茂少年を抱きしめるようにして乳母のお波が佇たずんでいた。 私あれはただお化けだと存じておりましたそれがこんな本当の人殺しをするなんて常川氏はおなみのこの異様な言葉を聞きとがめないではいられなかったお化けだって何かそんなことでもあったのかねええ、奥様がそれをご覧になったのです 四五日前のことでございます。奥様は、ばあや夢かもしれないけれどと言って私にお話しなさいました。真夜中に妙な影のような人間が奥様の寝台の枕元にしょんぼり立って、じっと奥様の寝顔を覗き込んでいたのだそうでございます。ふ そいつはどんな風亭をしていたとおっしゃったね警部はなみの階段に興味を感じたそれがあなた着物はなんだか黒っぽいものではっきりわからなかったけれど顔は確かにあの三谷のやつにそ違いなかったとおっしゃるのでございますで奥様はどうなすったのだね どうにもこうにも、ただもう夢中で、布団を頭からかぶったまま震えていらしたと申します。そしてしばらく経って、怖ごは布団の中から覗いてみると、その時はもうお化けはどっかへ姿を消してしまって、何も見えなかったそうでございます。だからやっぱり夢だったかもしれない。 こんなこと誰にも言っちゃいけないよと、私だけにお打ち明けなさいました。お前は、その言いつけを守って、誰にも話さなかったのだね。警部は少し非難の調子を含めて言う。ええ、まさかこんなことになろうとは、夢にも思わぬものですから。私、 奥様の気のせいでそんなものをご覧なすったのだろうと思いましてねおなみも静子のだらしない生活を見かねていたのだところがあなたそれもつい今朝になって分かったのでございますが奥様のごらんなすったのはまんざら夢ではなかったのですほうすると やっぱり谷山が生きてここへ忍び込んだ証拠でもあるというのかね女中の花がそっと私に言いますにはこの間中から夜のうちに台所の戸棚に入れておいたハムだとか卵とかいろいろなものがなくなっているというのでございますよ。もしや誰かが縁の下にでも忍び込んでいたのではありますまいか。 とおなみは声を潜める。それはいつ頃からだね。やっぱり四五日前、ちょうど奥様がお化けをごらなすった自分からだと申しますの。同じ犯罪現場には、所轄警察の司法主任が最前から窓やドアや長戸などを熱心に調べまわっていたが。 彼はそれをしながらおなみの話を小耳に入れたらしくその時二人のそばへやってきて口を挟んだしかし縁の下にもせよ天井にもせよそこからこの部屋へどうして入ったかまたどうして出て行ったかということが問題ですそれはばあやさんあなたが証人じゃありませんか ええ、それが私も不思議で不思議でしようがないのですよおなみは眉をしかめて同意する司法主任は常川氏に向き直って説明したこのばあやさんが被害者と話していて子供を連れてちょっとの間廊下へ出ている隙に犯罪が起こったのです悲鳴を聞きつけて、 ドアを開いてみると被害者はこの通り倒れていて犯人は影も形もなかったというのですそうだったねばあやさんええその通りでございますしげるちゃんを廊下で遊ばせていたのはわずか5分かそこいらですその間私このドアのそばを一度も離れませんから 悪者はどこかもっと別のところから入ったに違いございません。ところが、不思議なことには、外に入り口といっては、全くないのです。司法主任が引き取って。窓には鉄格子がはめてあります。天井は漆喰で塗り固めてあります。床板にも異常はありません。と言って、この部屋には、 ご覧の通り、戸棚も押し入れも何もないのですから、何かの影に潜伏していたという想像は全然不可能です。常川氏は、この説明を聞いてもにわかに信用する気にはならなかった。以前、同じ建物の2階の書斎でも同じ殺人事件が起こり、犯人の出入りが全く不可能に見えた実例があるからだ。 そこで常川氏は、自ら床を這い回り、壁をさすり回して、長い時間、綿密極まる調査を遂げた。天井にも、壁にも、床にも、隠し戸などは全くなかった。窓の鉄格子も、新たに静子が取り付けた頑丈極まるもので、何らの異常がなかった。 とすると、残るは入り口のドアたった一つだ。おなみが繰り返し繰り返し取り調べられた。だが彼女は断固として前言を翻さなかった。そのドアは、私が部屋を出てからあのことが起こるまで、絶えず私の目の先にあったのです。いくら朦朧してもそこを人が通るのを見逃すはずはありません。 と言い張ったすると犯人は空気のようにふわふわと形のないやつであったか静子が自殺したのかどちらかでなければならないしかし二つとも考えられぬことだ静子の傷はどうしても自分ではつけられぬような箇所にあった常川氏は途方に暮れた。 そしてさっき病院で明智に頼まれたことを思い出した。そうだ。ともかくも明智君に電話をかけよう。幸い、その部屋に卓上電話があった。病院を呼び出してしばらく待つと、明智の弱い声が出た。彼は熱のある身を病院の電話室まで運んだのだ。警部は容量よく、 殺人現場の模様犯人の侵入不可能であった事実を告げた明智は電話口でしばらく考え込んでいる様子だったがやがてやや活気づいた声が響いてきた静子さんはその部屋の家具も新しいものと取り替えたのですかそしてその家具屋が来たのはいつでしょう誰かに聞いてください 警部はおなみに尋ねてから答えたすっかり取り替えたのだそうです家具屋が運んできたのは5日前だそうですしかしそれが何か5日前谷山のお化けが現れたのも台所の食べ物がなくなったのもちょうどその頃からですねああ そういえばそうですね常川氏は真相は分からぬながら何か意味ありげな事実の一致に驚いて答えた静子さんは長椅子の前に倒れていたのですねそれでばあやがその部屋を出る時には被害者はどこにいたのです長椅子にかけていたのではありませんかそうですその通りです すると、長い椅子の上にも血が流れてはいませんか。流れています。かなりの量です。そこで明智はまたぱったり黙り込んでしまった。常川氏は電話をかけながら、明智の推理がある点に集中されていくのを感じた。 だがそれが何であるかをまだはっきりつかむことができないのだ。もしもし。それではもう電話を切りますよ。いつまで経っても明智が黙っているので警部が念を押した。いや、ちょっと待ってください。なんだかわかりそうです。突然、明智の興奮した声が聞こえた。 絶対に犯人の出入りする箇所はなかったのですね。絶対になかったのです。うん。それから、犯罪が発見されてから、その部屋が少しでも空っぽになった時はありませんか。死骸だけ残して、みんな出てしまったことはありませんか。常川氏はそばにいた刑事に尋ねて答えた。ありません。 絶えず誰かが部屋の中にいたそうです。ではやっぱりそうです僕は犯人は多分まだその部屋の中にいると思うのです常川氏はびっくりして辺りを見回した明智は電話で犯罪を解決しようとしているしかも犯人がまだこの部屋にいるというのだだが この警官たちの詰めかけている部屋のどこに犯人がいるのだろう隠れるような場所のないことは最前からの調査で十分わかっているのだここには検事局と警察以外の者は誰もいませんと言いさして警部はふと異様な考えに打たれた検事局や警察の者のばかりだとは言えぬ ウバのお波がいる。彼女は犯罪の直前静子に接近したただ一人の人物だ常川氏はじろじろおなみの方を眺めながら意味ありげに続けたその他には乳母のおなみさんだけですいやまさか犯人があなた方の目につく場所にいるとは思いません隠れているのです もし僕の想像が間違っていなければ奴は非常にへんてこな誰も探しても見ないようなところに隠れているのですそんな場所は絶対にありません僕はあらゆる部分を調べましたまさか僕が人間一人見落としたとは考えられません警部は少々感隔を起こして言い放ったところが あなたも調べなかった部分があるのです。どこですそれは一体どこなのです常川さん、あなた、園田国光という小説家を覚えていますか明智は突然妙なことを言い出した。あ、知ってます。あの男が、椅子になった男という小説を書いているのを、 ご存知ですか椅子になった男ですってそうですね園田は谷山の助手を務めて非業の最後を遂げた男です彼らは一度は友達だったのですで谷山があの小説を読んでいないはずはありません読めばあいつのことだ 小説家の考え出した奇抜な空想的犯罪をそのまま実際に行ってみる気にならなかったとは言えませんなぜってほらちょうど5日前には新んの家具がその部屋に運び込まれたのですからね家具ですって園田国光の奇怪な小説を読んでいない恒川氏にはまだ明智の真意がわからなかった。 静子さんの殺された長椅子です。その長椅子をよく調べてごらんなさい。警部は受話器を握ったままその長椅子に目を向けた。そしてじっと見つめているうちに彼の目は、言い知れぬ驚愕に大きく大きく見開いていった。カタンと音を立てて受話器が彼の手を滑り落ちた。 あ,あれあれを見たまえあの椅子の下を見たまえ警部の叫び声に人々の視線がそこに集中されたポトリポトリ雨だれのようなかすかな音が聞こえる。 長椅子の底から床の絨毯の上へと真っ赤な雫が垂れているのだ。そしていつの間にか絨毯のくぼみに不気味な血の池ができていたのだ。殺された雫の血潮でないことは明らかだ。なるほど、長椅子の表面に血の跡はあるけれど、それはとっくに乾いてしまった。今頃まで滴り落ちているはずがない。 しかも今、血の雨だれは、刻々その速度を増し、ついには赤い毛糸のように繋がって、ますます激しく降り注いでいるではないか。巨大な長椅子そのものが、まるで一個の生物ででもあるように血を流しているのだ。人々は息を呑んで、その血の雨だれを凝視したまま立ち尽くした。 無生物の長椅子がうめきのた田乙がごとき奇怪な幻想が彼らを悩ました園田国光の犯罪小説「椅子になった男」を読まれた読者諸君はすでにすでに悪魔のトリックがいかなるものであったかを気づかれたはずだああ なんという異様な着想であったろう。谷山三郎は、その長椅子の中に身を潜めて、もたれと座席との境目の深い隙間から担当を突き出して、そこに腰掛けていた静子を殺害したのだ。彼は国交の小説をそのまま椅子になった男であった。 長椅子を破ってみると、厚いクッションの下に、バネの代わりに瀕死の谷山が長々と横たわっていた。彼はそこから常川氏の電話を聞いて、もはや逃れられぬ運命と観念したのであろう。かわいそうに、武器もない彼は、小さな懐中ナイフを心臓部に突き立てて、ほとんど絶命していた。 執念の復讐は成し遂げた。死んでも惜しくない命だ。人々は谷山を椅子の中から引き出して、静子の死骸のそばに横たえた。美しい男。美しい女。彼らはかつて恋人同士であった。そして実は、撃つ者と撃たれる者であった。 それが双方ともほとんど同時に去っていくのだ「谷山僕だ常川だ」「分かるか?」「言い残すことはないか」警部は瀕死の谷山に慈悲の言葉をかけた谷山は固く閉じていた両目をわずかに開いて常川氏の顔を見た。 それからかすかに頭を動かして、隣に横たわっている静子の死骸を眺めた。彼は一言も言わなかった。ただ最後の力を振り絞って、血の気の失せた手を静子の方へ伸ばした。その手先が、まるで虫の這うように少しずつ、少しずつにじり寄って、 とうとう静子の冷たい左手に触った。ああ、なんという執念だ。復讐器は瀕死の際に敵の死骸につかみかかろうとしているのか。いや、そうではない。彼はつかみかかったのではない。静子の手を握ったのだ。冷たい手と冷たい手とが握り合わされたのだ。 そして、谷山の口が機械に歪んだかと思うと、ぞっと身のすくむようなすすり泣きの声が漏れ、そのまま彼の体は動かなくなってしまった。人々は異様な考えに打たれて、深い沈黙の中に手を握り合った男女の死体を眺めた。 そこにはもはや何らの敵意も感じられなかった彼らはまるで美しい一対の常司者のように仲むつまじく眠っていた復讐記、谷山三郎が最後の殺人に使用した巧妙な仕掛けの長椅子は長く警視庁に保存され 参観者たちの目を見張らせている。読者諸君がつてを求めてあの陳列室に入る機会があったなら、今でもその不思議な長椅子を見ることができるであろう。これを制作した家具屋が取り調べられたことは言うまでもない。だが、彼はおそらく谷山から莫大な報酬を受け取ったのであろう。 おしげもなく店を捨ててすでに行方をくらましていた。あれをとどめたのは一人取り残されたしげる少年であった。今、彼はウバのおなみとともに、畑柳邸を引き継いだ親族の者に養われているが、作者は畑柳邸の新主人が、 この可憐なる孤児に対して親切ならんことを祈るものである明智小五郎は事件の主君者として例によって新聞に書き立てられた明智 B 期の読者たちはその記事の最後に近々名探偵とその恋人の文雄さんとが結婚式を挙げる旨記されているのを発見して 行為の微笑を禁じ得なかった同時に新婚の明智小五郎がおそらく当分の間は血生臭い探偵事件に手を染めないであろうことを遺憾に思わないではいられなかった。